石巻市でジャンボカボチャコンテストが行われ、過去最重量の巨大なカボチャも展示されています。石巻市物尾町特産のカボチャで地域を盛り上げようと始まったコンテストでは、観賞用の品種、アトランチックジャイアントの重さを競います。JA 石巻物尾中央支店には、今年出品された16個のジャンボカボチャが展示されています。今年最も重かったのは、遠山恵美子さんが育てた93キロのカボチャで、これまでの記録を17キロ更新し、過去最重量となりました。大事に大事に育てましたって感じで、まさかね、こんなに大きくなるとはって、思わなかったので、自分自身もびっくりしてます。努力して作ったカボチャが勢ぞろいで、見てて気分が楽しくなりました。大変だよね、こんだけ育てるの本当ね、素晴らしいです。ジャンボカボチャは今月16日まで展示されています。